こんにちは、ララです。皆さん、朝はどんな風に過ごされてますか？実はお金に好かれる人になる朝の過ごし方があるそうです。もちろんね、お金だけではなくて願ったような日を引き寄せられる過ごし方です。引き寄せの法則と風水から見たお金に好かれる朝の過ごし方をご紹介します。最後に私の体験談を載せているので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。一日の始まり、大事な起床はやっぱり願い事が叶う起き方がいいですよね。はい、と元気いっぱい朝だって起き上がりたいとこなんですけど、まだ起き上がらないでください。そのまま寝たままの状態でアファメーションします。目覚め直後のアファメーションが効果があります。よく耳にするアファメーションっていうのは、自分はこうなりたいって特別なことを口に出して宣言する願いを叶える方法の一つです。アファメーションはいつ唱えてもいいんですけど、就寝前と目覚め直後にやると効果が出やすいって言われています。うとうとしてる無意識の状態の時にやると、潜在意識が宣言した内容をそのまま受け取ってくれます。アファメーションは現在進行形か過去形で、ポジティブな短い文章で言います。願いが叶った時の幸せな気持ちや嬉しい感情を思い出しながら、最初に私はと付け加えます。お金が入って豊かになりたいなっていう時のアファメーションは、例えばですけども、私は毎日あらゆる点で良くなっています、とか、私は必要なものはすべて持っています、私は健康で幸せなお金持ちです、なぜか知らないけど私に毎月お金がたくさん振り込まれています、私は楽しくしているだけで年収まるまる万円以上の価値のある人間です、私にはお金も時間も自由に使える余裕があります、私はお金を使ってもまたお金がたくさん戻ってきています、というように、自分の気持ちが違和感なくしっくりくる文章で言います。最後にありがとうという感謝の言葉を添えると、さらに効果が大きくなります。アファメーションをしたらベッドから起き上がりましょう。ベッドから起きて次にすることは、窓を開けます。窓を開けて換気します。寒い朝でも頑張って開けてくださいね。雨が降ってたらちょっとだけでもいいので窓開けてください。外のいい空気を窓から引き込んで、就寝中によどんでいた重い空気を外に追い出します。寝室の窓だけではなくて、リビングや廊下、トイレなどできればすべての窓を開放します。窓を開けたら次にするのは深呼吸です。ゆっくり深呼吸を5回くらいします。この時腹式呼吸で深呼吸をするといいです。まず息を口から吐き切った状態にして、お腹をぺちゃんこにします。そして鼻からゆっくりと肺いっぱいに息を吸い込みます。吸う時にはお腹を大きく膨らませます。そして口から息をスーッと、フーッとでもいいですけど吐いていきますが、この時は吸う時の2倍の時間をかけて、お腹をへこませながら息を吐きます。これを5回ぐらい繰り返します。あとね、吸う時はいい気とかいい波動、感謝できるすべてのことを吸収できるような、そういうイメージをして、吐くときは体に残ってるこう悪い邪気とかネガティブな考え方とか、そういったものを吐き出すイメージでやるといいです。細胞の隅々までいい気が行き渡る巡りを感じながらやってください。次に深呼吸をした後、コップ1杯のお水を飲みます。朝お水を飲むと、
体から出た水分を補うので体にいいって言われています。風水においても寝てる間の滞った悪い気を洗い流すっていうふうに言われてます。気をつけることはすぐにお水を飲むんじゃなくて飲む前に口をゆすいでうがいをしてください。そのお水は吐き出してください。口内の雑菌を除くためです。はい、そしてコップ一杯のお水を飲んだ後は、これはどっちからやってもいいんですけど、朝食を食べるか部屋を整える、この2つをやってください。金運につながる仕事運においても、朝朝食をとる習慣がない方とか食欲が出ないっていう方も、野菜ジュースとかヨーグルトとかそういったものを胃袋に収めて栄養を取りましょう。やる気物質のドーパミンの元となるタンパク質、これの栄養成分を取ることで積極的にね、活動できる一日となります。あとね、お部屋をきれいに整えてください。脱いだパジャマとかね、ベッドもちゃんと整えてください。あとは朝食で食べ終わった食器とかね、コップ、そういうものもきちんと後片付けをして整理します。お部屋が乱雑だと邪気がね、滞って運気に影響します。あとね、目に見える範囲にこう乱雑なものが映っているとリラックス効果も失われて疲れがね、回復しにくいって言われてます。頭の中も整理しづらくなるので、お仕事の発想力とかにもね、良くないです。朝食をとって部屋を整えた後は身だしなみをします。朝の身だしなみというのはとても大事です。出勤する人も外出をしない人も髪をきれいに整えて清潔な印象を心がけてください。シワとかヨレとかがないね、小綺麗なものを身につけます。3年以上着てる古い服は着ないようにしましょう。古い服には年を追うごとにね、悪い気がこうどんどん溜まっていくので、思い切って捨ててください。髪を整えたりね、お化粧するとき鏡を見ると思うんですけども、この時もいつも笑顔で鏡見てください。鏡を見ながら自分の理想のイメージを想像します。例えばね、ああ私はなんて幸せなんだろうとか、あ、たくさん収入が入ってきてるから今日何をするのか自分で決められて幸せだとか、もう通勤しなくていいから自由で幸せとか、理想が叶ってるかのように想像してください。自分が望むようなね、状況になってるようにこう感じて楽しむと潜在意識に刷り込まれます。身だしなみが整ったら、今度はポジティブな、いい楽しい気分になるようにします。いい気分でその日スタートすると、運気アップね、夢の実現へつながります。好きな音楽をかけるなどして元気な一日を迎えましょう。私の体験ですけど、朝の過ごし方で本当にね、差がつくなって思ったことがあります。営業のお仕事をしていた時に、身支度を整えながら鏡に向かっていろんなことを言ってました。こうなるといいなということを言いながら身支度を整えてました。あ、今日もお客さんのいい笑顔に会えた、幸せだなとかね。あと今月も早々とノルマ達成しました。おめでとうとか。もうすでに実績が出てるように自分に先におめでとうって言ってました。すると本当にその通りになって、月の後半本当に余裕で過ごすことができました。なのでね、ファミレスでコーヒー飲みながら読書したり、次の月の計画立てたりとかしてました。でもね、この朝の習慣がね、毎朝いい気分で自分に言うっていう、そういう習慣がないね、それ以前の営業職の時はね、全然違ってたんです。もう悲惨でした。それでね、その時の朝の過ごし方を思い出すと、やっぱり時間ギリギリまで寝ててね、
慌ててお化粧して出勤っていうパターンでした。なのでね、本当に朝の過ごし方次第で人生変わるなって思ってます。あと私がやってたのは、本当に叶えたい願いがあった時は朝ね、布団から起き上がる時に、やったー、なんとかになりましたって、なりたい自分になりましたって、ありがとうございますって言って起き上がってました。そうするとね、本当にその通りなことがね、起きたっていうことが何回も経験するので、これはおすすめです。このやり方だとね、起き上がる前にアファメーションすると、たまにね、そのまま二度寝しちゃうことあるんですけど、この方法だとね、パッと目が覚めるのでおすすめです。こうやってね、朝の過ごし方は本当すごい変化をもたらしてくれてたなーって、今またね思い出して、しみじみと感謝して振り返ってます。もう一度簡単に朝の過ごし方をおさらいします。まず朝起き上がる前に目が覚めたら、ベッドの中でアファメーションします。そしてお家の窓を開けて換気をします。で、深呼吸を5回くらいやって、で、その後お口をゆすいでからコップ1杯のお水を飲みます。で、お部屋を整えて朝食をとります。その後身だしなみを整えて、鏡に向かって理想の自分を宣言します。で、その後いい気分になることを、音楽かけたりね、ペット撫でたりちょっとやって、で、一日をスタートさせます。で、そんなに難しいことなくて、すぐにね、明日の朝からできそうですよね。願いを叶えていきましょう。大丈夫、あなたの願いは本当に叶います。はい、じゃあ今日も明日もハッピーでいきましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。またね。